If you want to open your door, I'm feeling kind of lost when your mind is hiding. Whatever that is choking your chest, I can see it in your eyes that you're shaking because you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now. I'm here by your side. So let it go.まずスーパーで100円とかで売ってるサラダ、すでにカットされているサラダと、あとはこの玄米ご飯、電子レンジでチンするやつ、それと納豆で、納豆は2つ食べます。でポイントはご飯の時にね、この黒ウーロン茶を一緒に飲むっていうのが大事です。今日はねちょっと春っぽい服でお出かけするので、언제쯤 알게 될까 너도 나와 같은 생각
この豆乳麺っていうのを買ってみました。カロリーは24キロカロリー72キロカロリーか、少ない。あと納豆、まあ、あとこの2つ組み合わせると最強ですね。脂肪の吸収の量が飲まない人と比べて2倍違うので取るようにしてます。なんかすごいレビューは良かった。なんだこれ、爆弾小鉢みたいな、とろろとかモロヘイヤとか入ってるネバネバの、まあ、なんかめっちゃ高かったんですよ。2000円くらいして、あ、2000円だから結構大盛りなんかなと思った。めっちゃちっちゃくてくさ、だから自分で納豆入れます。うん、この納豆丼めっちゃ利益生まれるな。でご飯に納豆入れるだけでさ2000円でしょ、原価多分100円もしないじゃん。私もやろうかな。ウーバーイーツ頼んだ時に出てきた韓国海苔、韓国海苔美味しいよね。小学生の時から丸々一缶食べるんですよ。美味しそう。やばいね、何から食べよう。からうちら野菜しか食べてないね。確かに昨日お野菜だったし、ね、これさ抱っこしないと多分食べれない、うん、マジで遠い机低すぎる。結構カフェあるある、食べれるからダイエットになる。確かによく食べるのに集中できない。
これソイミート肉じゃない、ビーガンのベイクドチーズケーキ、ちゃんとチーズケーキだこれ、うらやましいでしょ、ブルーベリーが入ってて美味しい、めっちゃ。うん。うち、ベイクドチーズケーキ食べれなかったの。最近食べれるようになった。大人になったのかな。美味しいチーズケーキ食べたことなかったんだ。